はい、皆さんこんにちは。 U29 ラウンジの川地です。これからですね、 U29 ラウンジのビデオ講座ということで、まあ、こちらに書いてありますけれども、まあ20代ですね、20代でこれからの海外留学、そして将来的には海外就職とか、そして海外移住ですね、まあこのようなことをですね、こう夢見ている人たちに向けてですね、 U29 ラウンジのビデオ講座ということで全7回にわたって、お送りしたいと思います。第1回目はですね、こちらですね、20代で日本を脱出する方法ということで、まあ今、まあ、ずっとこう日本で生まれ育ってですね、海外にすごい憧れていると、まあ、アメリカでもヨーロッパでも、まあ、アジアの他の国でも、まあ、どこでも、いいんですが、そういったところに憧れていて、なんとかもう若いうちに20代のうちに 海外にいたいと、日本を脱出したいよということを考えている方にですね、まあ、どういうふうにして、日本を脱出 するのかということをお送りしたいと思います。まあ、私もですね、今もう40代になってしまったんですけれども、まあ、20代の頃はそれこそ本当にあの日本を脱出したかったんですね。まあずっとですね、英語の勉強はしてましたけれども、まあ、そんな簡単にこう海外に行ったりとかですね、することはできずに、ずっともうこうもやもやした形でずっと過ごしていたんですね。でもそれでも海外に行きたいというふうにずっと思っていたんです。20代の頃ですね。まあ、なんでそんなにこう海外に憧れていたのかなということを考えると、まあ、今思い出すとですね、やっぱり一番影響があったのはですね、子供の頃、まだ小学校低学年、まあ、幼稚園ぐらいですかね、その頃に母親が、英会話教材を買ってきたんですね。もう本当にあの10万円ぐらいするもうセットです。もう当時カセットテープがもう100個ぐらいあって、それこそ絵本とかそういった写真、海外の写真とか、まあ、そういったものを全部ひっくるめたあの英語教材、高額の英語教材ですね、いわゆる確か100万ぐらいしたと思うんですけれども、まあそれがこうなんかちょっとインチキっぽいんですけどね、確かあの訪問販売で買ったものだと思うので、そんなものだったんですけれども、結果的にはですね、私はその英語教材に非常に大きな影響を受けたんですね。まあ、本当にあのもう5歳とか6歳でしたので、こう初めて見るこう海外の写真とか、あとは海外の物語とか、それからまあそこでこう英語の発音とか、まあ、英語については初めて触れたという形になるんですね。まあ、本当にもう子ども向けの英会話教材だったので、本当にこう物語風でですね、本当に聞いてて面白いと、英語を学ぶというよりも、それこそあの、まあ、普通にこう絵本を読むような、まあ、そういう絵本を読むような まあ、もしくはそういった絵本でこう、まあ、話をこうあのリスニングで聞きながら、本当にこう普通にこう物語テレビ見るような感覚ですね、言ってみれば、まあ、そういった形で学んでいたんですね。まあ、その頃のやっぱり影響が非常に強くて、まあ、20代になってもずっと海外に行きたいと思っているんだなと、まあ、いうふうに思ったんですね。じゃあ、まあ、この動画見ている方も、まあ、一緒なんじゃないかなというふうに思います。ということで、20代で日本を脱出する方法ということでですね、お届けしたいと思います。まずですね、ちょっと消しますね、こちら。はい。まあ、じゃあ若いうちに日本脱出するにはどういった方法があるのかというところをですね、ちょっと一個一個説明していきたいと思います。まず一つ目ですね、一つ目として、ワーキングホリデー。ってご存知ですかね、ワーキングホリデーで日本を脱出するというようなことですね。ワーキングホリデー、まあワーホリっていうふうに言われますけど、まあ、どういったものかっていうと、まあ、要は1年間ですかね、ほとんどの国では1年間滞在、その国に滞在していいよというようなこうビザが、発行されるんですね、国から。そしてその国にまあ12ヶ月1年間、まあ
まあ、好きに滞在するというようなものになります。ワーキングホリデー、ワーホリ、まあ、代表的なところで言うとオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、それからイギリスとか、アイルランド、フランス、ドイツ、スペイン、ノルウェーもありましたね、韓国とか、あと台湾とか、まあ、そういったところに、自分の好きな国を選んで1年間滞在することができる。多分1年だったと思いますね。ちょっと国によって、あと年度によっていろいろ変わりますので、最大1年、なんかいろいろ、まあいろんなオプションとかなんか、やると、なんか、まあ、2年入れたりとかするんですけれども、ワーキングホリデーというようなものですね。まあ、それで滞在できますと。そして2つ目の方法としてはですね、語学留学ですね。まあ、その通り語学留学、まあ、英語勉強したいんだったらアメリカの、語学学校に通うというようなもの。そして3番目はですね、まあ、大学、大学院留学、まあ、高校でもいいですけど、まあ、とりあえずちょっと、大学、大学院留学としますね、というようなもの。そして、4番目としてですね、まあ、海外就職になるんですけれども、海外就職にもまあ2種類ありまして、一つは海外での、まあ、現地採用ですね、まあ、まあどこでもいいですけど、例えば、まあ、オーストラリアに行って、オーストラリアに住んでる時に直接、まあ直接申し込んで、そこで採用されて、そのまま海外で働くというようなもの。そして、5番目として、これも海外就職の一つですけど、海外の駐在、海外駐在ですね。まあ、これは海外駐在というのは、まあ、基本的にはこう日本の、企業に、就職してですね、まあ、海外に事務所があるようなところに、就職して、まずまあ日本で就職すると。でその後会社の命令でオーストラリアでも、まあ、アメリカでも、まあ、そういったところの事務所に行きなさいということで派遣されるというものですね。これが海外駐在、ということですね、ですね、というようなもの。それから、最後が、これですね、国際結婚、まあ、これはもう外国の人と離婚すると。で、まあ、その配偶者のところの国に住むというようなものになります。主にですね、海外に住む方法、日本を脱出する方法というと、この6つ、あります。で、私はですね、この中で、5つ経験してますね、はい。ワーキングホリデー行きました、2000年、2001年か、2001年ですね、2001年、オーストラリアに1年間ワーキングホリデー行きました、それから語学留学はですね、台湾で中国語を勉強するために語学留学しました。それから大学院留学、これはオーストラリアで MBA を取得したとき、海外留学、大学院留学しました。それからですね、現地採用、私はまあ、オーストラリアで MBA 留学した後、台湾で語学学校に行って、その後現地採用されたんですね。ということで現地採用も、まあ、これ台湾で経験しています。で、これが経験がないんですね。海外の駐在員経験は、ありません、まあ、日本の企業で働いたことはありますけれども、まあ、出張で行っただけで、実際住んだということは、ありません。それ6番目、私は国際結婚しているという形ですね。台湾の方と国際結婚していて、この経験があるということで、この6つのうち私は5つ経験しているんですね、まあ、今日本に戻ってきていますけれども、まあ好きな時に、まあ、台湾にも、まあ、行けますし、住めるし、会社も作れるし、ビジネスもできるというようなところです。そしてこの、まあ、
U29 ラウンジもしくは MBA ラウンジという形でですね、海外進出ということも考えていますね。まあ、そういったところでこう他の国にもこう住むというような一つのこう野望もまだあるというようなところになります。で、この6つあるんですけれども、それぞれやはり長所と短所が、ありますね。なのでそれをちょっと一個一個説明していきたいと思います。まあ、皆さん20代のうちでですね、まあ、どれをやるかというところをこう見ていたときに、まあ、参考にしてもらいたいということなんですね。まあ、そうですね。じゃあちょっと進めますね。はい。まあ、これにもプラスとマイナスありますよというようなところ。まずですね、ワーキングホリデー、こちら、まず長所、プラスの面でいうと、非常に少ない費用で行けるということですね。別に向こう行って、向こうに住んでいいですよというビザなので、基本的に向こうに滞在するだけのお金があれば OK という形になります。まあ、別に学校は行く必要もないですし、まあ、一応ワーキングというふうにありますので、まあ、働くこともできるんですね。まあ、そういったところで非常に少ない費用で行くことができる。まあ、これは国によりますけれども、私がオーストラリアに行った時も、これはかなり前ですけども、まあ、50万円の残高があれば、ビザは下りましたので、まあ、それもちょっと国によるかと思うんですけども、まあ、50万とか100万円あれば行けると。で、別にそれは自分の生活費なので、誰かに支払うわけでもないですからね。まあ、そういった形で少ない費用で行けますというのが、ワーキングホリデーとしての、まあ、長所かなというところですね。でマイナス面でいうと、まあ、まず、まあ、どこの国も全部30歳までしかこのワーキングホリデービザというのがおりませんので、30歳までのうちに行かなければいけないということが一つ。それからキャリアアップですね。これを考えると非常に難しいかなというふうに思いますね。ワーキングホリデーの経験がありますということは別に何ら評価されることもないでもないですから、ただ単に海外に住んでいましたというだけのもので、海外で住んでいたからどうだという話にもなりますからね。別に何か学位をもらえたり、こう箔がつくようなもの、履歴書に書けるようなものをもらえるというわけではありませんので、それがまあキャリアを考えた上でキャリアアップにならないよというところが短所ですね。あと語学力も伸びにくいというのが、実際あります。まあ、例えば英語で話をすると、まあ、オーストラリアもしくはカナダとかニュージーランド、技術にまあワーキングホリデーで行きましたと言ってもですね、1年間滞在してます、してましたと言っても、実はなかなかこんなこうことじゃ英語力は伸びませんね。そんな甘いもんじゃ、ないですからね、語学の習得というのは。まあ、ワーキングホリデービザは確か確かというか、規制がありますからね、何ヶ月以上語学学校通ってはいけませんと。それだったら語学留学しなさいということになりますので、基本的には語学学校に通える期間というのも制限があって、あと働ける期間というのも制限があったりするんですね。まあ、その中で語学学校に通える期間というのも、もうある程度限界がありますね。それから海外に住んでいれば、簡単にそんな海外の友達ができるわけでもありませんね、もちろん。まあ、実際海外に住んだことある人は分かると思うんですけれども、まあ、皆さんもどうですかね。皆さん住んでいる町に、まあ、外国の方住んでいらっしゃるかと思うんですけど、彼らと友達になったこととかありますか。自分とかもしくは自分の友達知り合いがその同じ地元に住んでいる、海外の外国の人とすごく仲良くて、すごい友達同士でいつも遊んでるよっていう話聞いたことはありますかね。やっぱそれもなかなかないと思うんですね。住んでるとこは同じでも、もうコミュニティとしても全くこう隔離というか別なんですね。なかなか日本人って、例えばオーストラリアに飛び込みましたと、会社に行ってるわけでもなく学校に行ってるわけでもなければ、本当に現地の人と仲良くなるなんてことは本当にできないんですね。結構孤独、まあ、仲良くなったとしても同じ日本人同士で固まるということになるのがまあ普通ですね。
まあ、よっぽど行動力がある人はまあ別ですけど、基本的にはそんなあの現地の人とかな交流なんかできるわけもないということということで、なかなか英語力も伸びにくいということですね。ただ住んでいるだけということですね。ちょっとまあ厳しい言い方をすれば、まあ、なるべく誤解がないようにちょっと話したいと思いますけども、まあ、これは私がワーキングホリデーやった自分が経験した中での一つのまあ感想というふうにして聞いてもらえばと思うんですけど、まあ、キャリアアップ も難しいし、まあ、語学もそれほど伸びないねというところがまあマイナスですね。あとはまあ1年で、基本的には1年なので1年で戻ってこなきゃいけないと、まあ、日本脱出という話しましたけれども、結局1年後に戻ってこないといけないと、まあ、その間にいろいろきっかけをなんか作って何か伸ばしたりとか、作る何か方法を探らなければいけないというところですね。まあ、そこがワーキングホリデーの長所と短所というところです。はい、次はですね、語学留学、ですね、まあ、こちらはですねプラスとしては、まあ、費用はワーキングホリデー、よりはかかりますけどね、学費という面で、まあ、大学留学とか大学院留学ほどまあ費用はかからないというところ、あとはまあやっぱり語学留学なので、まあ、語学の向上も期待できるというようなところがあります。ただ、短所としてはですね、やっぱり語学留学なので基本的にはやっぱり習得できる、まあ、語学力、まあ、英語だったら英語力にもまあ限界がありますというところですね。語学留学してる人は大体友達になれば一緒にその言語を勉強しに来ている外国の人ということで、別に現地の人とこう触れ合うということもそれほどありませんからね。まあ、そういったところがちょっと、まあ、交流という面ではやはり、まあ、ワーキングホリデーに近いところがありますね。どうしてもやっぱり日本人同士、アジア人同士で固まってしまうと、まあ、もちろんそれが目的だったらいいんですけどね、別にあの現地の人と仲良くするのが留学すべての目的ではないですから、まあ、そういった人たちと海外の人たちと交流をしたいということであればいいんですけれども、まあ、それでもこう限界がありますというところ。あとは、キャリアアップについても、まあそうですね、あまり望めませんというところが、まあ正直、私の感想ですね。要はその言語、まあ、ちょっとこううまく話せるようになるというぐらいで、そこからこう、例えばまあ現地就職とかっていうのには非常にハードルが高いというところが、ありますね。というのが、まあ、語学留学の長所と短所という形。次はですね、大学院留学ですね。こちらのまず長所としてはですね、学位が取得できるということが最も、大きな長所となりますね。やっぱりその大学、そのスクール、現地のスクールで、まあ、留学生、あと現地の人たちと一緒に勉強して、一つのこうサーティフィケートですね、学士号もしくは修士号ってい こう学位、一生残るものですからね、これを受けるというのは何といっても大きな、長所になりますね。まあ、ただの学位というだけではなくて、そこでできるネットワークというのも、まあ、もちろんね、ワーキングホリデーや語学留学に比べて非常に強力なものになります。まあ、後から出てきます、こういった仕事で行くよりも大きな、非常に強いネットワークができるっていうのが、こう大学院留学ですね。やっぱりなんていうんですかね、本当に大変なんですね。海外の大学で全部学位を取って卒業するというのは非常に、大きな労力、かかります。時間もかかりますし、まあ、その本当にもう毎日毎日辛いと、勉強が大変だと。いう、そういった辛いことを一緒に頑張った仲間っていうのはですね、やっぱりその決断力っていうのは非常に強いんですね。まあ、よく言うのが、まあ、会社でもそうですけど、同じ共通の敵がいると、その人たちはこう仲良くなるっていうような、まあ、一つのまあ組織理論みたいな話があります。
まあ、会社行ってる人は分かるかもしれないですが、本当に上司、嫌な上司、嫌いな上司が一人いているとこう同僚同士がこう結構団結したりしますよね。すごい仲良くなったりします。逆に上司が優しかったり、なよなよしてるような感じ、何をやっても許されちゃうような上司だと、同僚も結構こうまとまりがなかったり、まあ、します、まあ、それと同じで、まずこう本当に難しい卒業、学位をもらうというような一つの、まあ、ある意味共通の敵ですね。その敵に対してこう一致団結して一緒に頑張ろう、一緒に卒業しようっていうふうに、形で一致団結して、しかもそれが数ヶ月とかじゃなくて1年2年、大学留学になるともう4年という本当に長い期間を一緒に過ごすことになりますので、これは本当に大きなこうネットワーク、団結力っていうのがこう形成されて、卒業後もまあ続いていくようなものなんですね。なのでまあそういったこう学位をもらえるという形、そういったもうハード面だけではなくて、そういったネットワークというソフト面もこれ一生残る宝物、一生ものの宝物はここでもらうことができるというのが、なんといっても大きな、大学、そして大学院留学の長所という形になりますね。まあ、実際もし、まあ、日本に戻ってきた時でもですね、やっぱりそういったこう海外の大学の、まあ、自分の母校のそういった日本人会とかアジア人会とかですね、そういったもので結構集まったりすることも非常に多いんですね。やっぱり当時思い出して本当に大変だったねというような話をしてこう盛り上がると、本当にこう一生ものの、まあ、経験ですし仲間ですからね、これは本当に家族の次ぐらいに強いんじゃないですかね。もう仕事とかそういったネットワークよりも全然強いですね。本当お金が関わらない純粋なネットワークということで、こう損益でこう計算してないようなネットワークっていうのは本当に強いですから、そういったものが大学と大学院留学で、まあ、手に入れることができるというのが、最大の、メリットですね。で、短所、デメリットで言うとですね、まあ、なんといってもお金がかかると、費用がかかりますというのが非常に大きなところですね。まあ、大学だとどうですかね、まあ、例えば、まあまあ、アメリカとか、まあ、ヨーロッパだと、まあ、1年に大学留学だとどうでしょうか、まあ、200万とか学費かかりますよね。まあ、高いとかもっと高いですね、200万、300万。MBA 留学になるともう600万とか700万という世界になります。それぐらい本当にまあお金がかかるということで、まあそんな簡単にはこういけるもんじゃないですよと、本当に何年も前から準備しておく必要が出てくるということですね。そしてもう一つが、まあ、さっきちょっと言っちゃいましたけど、まあ、準備に非常に時間かかると、お金だけではなくて入学するのもそんな簡単じゃないですからね。なんかよく海外の大学は入学するのが簡単で、卒業が難しいってよく聞きますというような話をします。相談を受けることありますけど、入学も難しいですから、まあ、それなりの準備をしっかりしていかなければならないと。もう留学する時点で、まあ、英語力はもうある程度こう現地の講義についていけるような英語力つけておく必要がありますから、まあ、それだけ本当に難しいですね。まあ、TOEFL とか IELTS っていうようなテストを受けて一定の点数取る必要がありますからね。そうしないと合格できないですし、あとはインタビューとかエッセイとか、まあ、そういった本当に自分をアピールする、スクール側に自分はこういった人間ですとアピールするようなもの、そういったものが、しっかりできないと合格できないですからね。プレゼンテーション能力もそうですし、そういったものがないとなかなか留学できないということで、まあ、費用もそうだし、まあ、準備をする労力にも非常に時間がかかるというのが、まあ、一つデメリットというふうに言えるかと思います。はい、ここまでいいですかね。ワークホリデー、ゴールド留学、大学院留学ということで、次4番と5番は、まあ、これは海外就職、海外で仕事をするためにこう日本を脱出するという形にはなるんですけれども、まず4番目のこれですね、現地採用という方、現地採用というもの、もう現地の
例えば、まあ、アメリカだったらアメリカの、そういった求人広告ですね、そういったものを見て、実際にこう履歴書を送って採用されるというのを待つというのが、まあ、現地採用というものですね。こちらの、まあ、長所としてはですね、まあ、自分が行きたい国を選べるというのが、まあ、長所ですよね。まあ、アメリカに住みたいよと、アメリカのニューヨーク住みたいと言えば、まあ、アメリカのニューヨークの仕事を探せばいいだけですし、まあ、イギリスのロンドン行きたいよということであればロンドンの求人票を見ればいいということで、自分の好きなところで、まあ、自由に選べるというのが、まあ、特徴に、なります。はい、ですね。でデメリットとしてはですね、まあご想像して分かる通り非常にまあ難しいですね。まあ、そんな簡単に採用されるものじゃないと、現地の人と争わなければいけないし、よっぽど自分に強い、自分に大きな強みを持っていないければ、他の人をこう桁外れに、こう他の人よりも桁外れに優れている、圧倒的に、強い何かしらの強みというものなければ採用は非常に難しいです。ちょっとだけいいとかっていうようなレベルで全然ダメですね。それだったらビザ持ってる人とか、現地の人を会社が雇いますからね。ビザのスポンサーをもらって就職するという話だと、まあ、そんな簡単ではないです。圧倒的な強みがないとダメ、それでも難しいと思いますね、というのが一つ。それからですね、これは国にもよりますけれども、まあ、私がこう実際、経験したところ、まあ、私も現地採用されましたけど、まあ、私の会社は大丈夫だったんですけど、会社によっては特に日本企業の現地の事務所に現地採用っていう形だと、雑用みたいな仕事が非常に多いんですよね。日本の大手企業の、要は現地企業、現地の現地法人に就職、現地採用ということになると、本当にまあ雑用、それから、まあ、日本の日系企業なので、こう、駐在員が、まあ、後から説明する駐在員が来て、まあ、結局はその人のサポート的な役割、駐在員のアシスタントの仕事というような形で募集しているケースが多いですね。日系企業が多く進出しているところは。まあ、そういったことになると、まあ、なんかこう、まあ、アルバイトをしているような感じで、まあ、給料もそんな高くなかったり、なんか雑用やったり、駐在員の人から、なんか、まあ、これは分かんないですけど、上から目線で見られたりとか、あくまでもアシスタントで、もう出世の道はもう限られていると、天井は見えていると、出世街道はもうあくまでも駐在員と、まあ、これ、まあ、日系企業の場合は、そういったことは普通だと思いますね。なのでそれは非常にまあ難しいと、特に日系企業の場合はですね、現地の企業で現地採用ということになると、本当に強い圧倒的な、能力をまあ求められるということ、これが一つ難しい、まあ、デメリットというか、まあ難しいところということが言えます。はい、5番目ですね。こちら、海外の駐在員になって、日本脱出するという方法。これメリットは何といっても、まあ、非常にこう全部会社が面倒見てくれますから、非常に経済的にも全然困らないというようなところがありますよね。まず日本で採用されますと、まあ、そのままいきなり現地駐在っていう形もあれば、最初の1年とか2年は日本の事務所で働いてからその現地に行くというような、まあこれも会社によってパターンがありますが、まあ全部基本的にはまあ給料も日本で採用されてますので、日本の給料がベースになると、別に海外行って物価が安いところ行ったら下がるというわけではないですし、それからの駐在員手当っていう形で、まあ、プラスアルファで、出る企業も多分ほとんどじゃないですかね。そういった形で日本にいる時よりも多い給料がもらえると、あと場合によっては住むところもですね、家賃が出たりとか、
生活費が出たいとかっていうこともありますので、もう自分のお金を使うことはないような感じかもしれないですね。そういった形で海外に駐在できるというのが、何といっても、まあ、海外に駐在のメリットかなと、長所かなというふうに思いますね。で、一方デメリットとしてはですね、まあ、あくまでも、まあ、そういった会社が払ってくれるっていうのは、まあ、会社の命令で言ってるということなので、自分で行きたい時期とか、帰ってきたい時期とか選べないですよね。今行きたいと言っても会社が、まだダメだと言えば行けないですし、まあ、行ったとしても会社が、まあ、1年に戻ってこいと言えば戻っていかない、戻らなきゃいけない、好きなだけ入れるわけじゃないというようなところですね。あと、行く国も選べないですよね。基本的に自分はこうオーストラリア行きたいと思っても、まあ、オーストラリアに事務所がある、会社であってもですね、お前は中国へ行けとかいうふうに自分で好きな行きたい国っていうのは基本的に選べないのかなというふうに思いますね。そこも一つデメリットというか短所ですね、というところが、ありますね。はい、そして6番目、最後ですね、これ国際結婚。まあ、国際結婚はですね、国際結婚してそのまま配偶者の方と結婚したら、まあ、そっちの相手側の国に住むということであれば、もう無条件で、ビザが下りるということで、これ最強のビザというふうに言われますね。配偶者ビザイコール、最強のビザと、何にもどんなこうビザにも勝る、ワーキングホリデー、学生ビザ、それから就労ビザ、全てのビザを凌駕する最強のビザですね。基本的に現地の人と全く同じようなステータスを与えられるはずです。ちょっと全部の国調べたわけじゃないですけど、基本的には全く現地の人と同じ、働くこう業界とか、そういったものも制限ないですし、まあ、好きなこと好きな何でも仕事できるし、まあ、起業も、ビジネスもやることもできますね。そういったところでもう現地人と本当に同じような生活ができる。ちょっと銀行口座とかそういったところになってくると、まあ、国によっていろいろ制限があったりしますけど、まあ、働くこと、会社を設立することとかっていうところには基本的にはまあ制限なくできると、現地の人と全く同じで、もちろん期限無期限ですよね、に住めると、まあ、結婚離婚しない限りはですね、はい、というのがまず最強のビザですよね。でデメリットはですね、これはまあ、まあ、国際結婚のデメリットというよりは、まあ、結婚のデメリットと言ったらあれですけど、まあ、要はその国に住むだけじゃなくて、やっぱりそういったこう家族との関わりもありますから、まあ、人によっては非常にこうストレスがたまりますよね。生活の文化の違いとか、本当にもうがっつりその相手側の国の文化だけじゃなくて家族の文化にも入っていかなければいけないということで、そこでこう非常にストレスを感じる人も多いですよね。まあよく留学とかそういったものはなるべく日本人が少ないところがいいよと言って、そういったところを探す人いますけれども、まあ、国際結婚で相手側の家族の方に入ってしまうと、本当にもう日本が恋しくて日本人が恋しいというようなことも、まあ、国とかですね、その人の性格によってもありえますからね。そこは非常にこうストレスがたまったり、すると思いますね。もしかしたら国によっては差別を受けたりするかもしれないですし、相手側の 両親とか家族とうまくいかないということもあるかもしれないですから、まあ、そこは、まあ、一つ、まあ、デメリットというか、まあ、大変なところというのが、あるかと思います。というこの、6つの、方法ですね、日本を脱出する方法ということで、まあ、長所と短所ですね、こう長々とこう話したわけなんですけれども、まあ、日本を脱出する方法ということで第1回をお届けしてますけど、まあ、脱出したはいいけど、こう、ね、それが継続的ではなければいけないんですよね。まあ、人によってはまあ1年脱出できればいいよ、2年
だけ脱出すればいいよという人もいるかもしれないですけど、もう本当にもう海外に移住したいよと、絶対に自分はもう日本でずっと働くんじゃなくて海外でのんびりと暮らしたい、のんびりと海外と海外の人といろんなことを交流しながらも移住したいという人もいると思うんですね、中には。でそういった人はですね、これらをこう組み合わせて実現していくというような形になりますね。なので、そこをこうちょっと今考えていきたいと思うんですけど、こう移住を考えた場合、ワーキングホリデーは難しいですよね。1年、2年で戻ってこないといけないので、語学留学も難しいんじゃないかと思いますね。あと、海外の駐在、これも難しいですね。会社が帰ってこいと言われたら帰んなければいけないので、そういったことを考えるとですね、私がおすすめというか、海外の移住を本当に真剣に目指している人が取るべき最速最短のパターンというのがあるんですけれども、それがですね、私が思うに、このまず大学院留学ですね、これをこうした上で、現地採用、こんな感じ。現地採用といってもビザの期間がありますから、それを何回も更新していかなきゃいけないんですけれども、現地採用、そしてこの国際結婚ですね。これはあれですけどね、配偶者がその国に、自分のこう国に行きたいと、住みたいということじゃないとダメですけど、こうですね、もしくはこうですね、大学院留学をした後に、そこでこうキャリアアップ、それからネットワーク、それからもう学位ということで、もうある程度のこうスキルアップをまずしましょうと、海外で通じるスキルアップを留学でしましょう、語学もそうですね。でその上でこう現地採用、現地で就職するという形、そこでずっとこっからこうビザを更新して、ずっと住む、もしくはこっから起業という形もありますね。何年か住むと永住権出たりしますので、国によってはですね。でそのままこう現地で起業という形も、十分あると思います。でもしくはこれ留学現地採用を通じて、ご運命の人に出会って国際結婚という形で、そのまま移住という形も、あるかと思いますね。こんな形でまず私がおすすめするのは、なんといってもまずここからかなと思うんですね。スタートは大学留学、大学院留学、ここで本当に語学だけでは、語学、それから、ビジネススキル、自分のこと得意となるこの学ぶことに関するスキルですね、スキル、それからネットワークを形成すると、一生もののネットワークを形成するというところ、これがこう形成できることによって、やっぱり現地採用、それから起業というところに大きく近づきます。なのでぜひ、やっぱりこれかなと。でそれから現地採用して、そこでもいろいろこう自分でいろいろ訓練をしてですね、自分なりにいろんなことをこう仕事を通じてどんどんスキルアップさせていくんですね。1回だけじゃなくて何回も何回も、経験を積んでスキルアップさせていくと。20代でまず大学留学して、30代現地採用で、そのまま、国際結婚で、いい人と巡り合えば、そのまま、移住ということも、できると思いますし、それか、そこの重要なポジションについてもう定年まで働く、そして長く言えば永住権出るので永住権取る、もしくはそれで起業するというような形ですね。やっぱり私が20代、それからずっと海外に行きたい、
日本を脱出したいというふうに考えて考えて実行してきた中で一番可能性があって確実なのはやっぱりこのパターンかなと思います。まずは海外大学に留学することは意味ありますね。語学留学ではダメですね。大学、まあ、できれば大学院留学と、そこで語学スキルネットワーク、これを形成して、現地にもドカンと採用 してもらうというような場合、形難しければ起業というパターンもあると思いますね。でそのパターン、それで国際結婚という形。現地採用はですね、やっぱり地元の大学とか出てるとやっぱり有利ですね。なんだかんだ言って会社側もですね、その人もちろんビジネスのスキルとかっていうのを見るんですけれども、本当にこの人がこの町とかこの国に適しているのかなっていうところもやっぱ見るんですよね。結構採用者側が心配するのは、まあ、その人のレベルのスキルが足りない、その人のスキルが足りないとか、まあ、そういったところよりもこの人途中で辞めないかな、辞めちゃうことないかなっていうことを結構気にするんですね。人がこうどんどん入れ替わって流出しちゃうっていうのは非常に避けたいものですから。で人によっては住んでみたものの、この生活が合わないと、この国この町の生活が合わないと言って辞めちゃったりとか、海外の生活がそういうほど慣れてなくてこう精神的に病んじゃって辞めちゃうとか、そういったことはやっぱあるんですね。それを避けるためにやっぱりこう大学の留学をすでに経験していて、この町この国に非常にこうもう適していると、まあ、住んで問題ないということを一つ証明する、一つの基準にもなるんですね、まあ、そういったところからやっぱりまずは留学を経験しているということが、まあ、そういったその現地の生活にもしっかり馴染んでいますよというような一つの証明にも、なりますから、海外就職、海外の現地採用にも非常に有利という形にはなりますね。それからこういったところ採用するにあたって、この留学中からやっぱコネクションを作っておくということもまあ、できますし、戦略的にやっぱそれはやっていかなければいけないところかなというふうに思いますね。大学、普通の大学留学だとやっぱりどうしてもこの現地採用というところで、就労ビザの壁というのがあります。どうしても現地の人を優先してしまうので、それでも例えばインターンシップとかですね、そういったところである程度こうコネとか、ネットワークを作っておくことで、スポンサーするよと、ビザのスポンサーするよというような流れも十分考えられますし、それが大学院とか MBA だったらなおさらですね、あくまでもやっぱ MBA ホルダー欲しいとか、大学院で専門的なスキルを身につけた人が欲しいということであれば、大手企業にあればあるほど、まあ、ビザのスポンサー、おりやすいですからね、そういったところ考えていくのが一ついいかなというふうに思います。以上になります。まず20代でこう日本を脱出して海外に住むと、できれば海外移住をするということをこう夢見てる人はですね、ぜひこの動画、非常に長い動画になってしまいましたけれども、参考にしていただければというふうに思います。ではですね、 U29 ラウンジのビデオ講義の第1回、こういった形で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。